今回この3人で工芸建築を考えるにあたって、まあ、実際金沢の町を歩くことから始めました。その町の中で何が自分たちにできるか、何がふさわしいか、そういうことを考えながら、いくつもの町のシーンを見ながら、一つ我々の3人での形をどうしようかという議論からすごく詰める内容を始めました。町の中にいろんな場所があると思うんですけれども、その中に普段こう見落としがちな場所があって、そういう場所がすごく面白いなというふうに僕は感じまして、そういうところに何かこう工芸建築を表現できないかなというふうに、お二人にお話をしました。3人で街並みを歩きながら、古い街並みをこう見ていくと、ちょっとした隙間があったりとか、ちょっとした三角スペースがあったりとか、そういうところを、うまく、人が休める場所であったりとか、あとは、人が侵入できないように結界をもう少しその工芸的に、視覚的にも楽しめるようなものができないかなということを話しました。そういった部分を含めると、東茶屋街が一番大きいですね。その中での我々の役目みたいなのがちょっと明快になる場所も見つけられたので、そこを踏まえて形にすることに、まとまりました。その中で、このお二人がですね、僕はどういうものを造形してくれるかというのがすごく楽しみで、僕は何かその、場所を見つけるところはすごく得意なので、そういうところを、2人と共有しながら作っていけることをすごく楽しみにしています。東山茶屋街の町並みは、ベンガラで塗装されていたりとか、格子とかそういう工芸要素が元々の建築が多いので、うまくそれに馴染むような、色味であったりとか、構造的なものを考えていけたらいいなと思っています。実際にその東茶屋街を歩いた時にその行き交う人たちのそういう流れ、そういうシーンを見ていると、やはり町一つが構造物として機能する、そういう空間性が一つこう我々と何か工芸的なアプローチの形で見るんじゃないかなっていうちょっとした気づきがあって、それを一つ、ここで実際キーワードとして思っているのは、町全体を一つ茶室としてみなして何かできることをこう当てはめていけたらいいなと思っています。非常に楽しみな作品になると思いますので、ぜひ期待していただきたい。